宇宙、それはどこまでも広がる暗黒空間。無数に瞬くは星の海。その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空をかけていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が効かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名もピクシーチーム。